ちょ、ほんまやめて。はいはい、ほんまやめて。でも痛いな。でもテレビ持ってないでしょ。師匠が初めてのその振り返りって大事やんな。そうですね、はい、出て今後どうしていくかっていうのも大事やん。反省会ですこれ。そうそうそう、今後どうしていくか、うん、そうそう、クイズ番組出ないという選択肢しかないから。いやいや、それでもいいとこもあるかもしれへんやんな、見てみたら。そうっすね、いいとこもあるかもしれんから、ここもっとこうしたらもっと良くなるとかね、それ見れるかもしれへん。何その試合の振り返り。野球の強豪校みたいなのとしんどいで、これ。でもそう。じゃあ見ますか。いきます。うわ、なんかいる。なんかいる。あ、出たー。 YouTuber 頑張れ、俺頑張れ。しかも顔、頑張れ。第1ボタンから閉めてる。出ない。しかもちょっと間違えたこと書いてる。頑張れ。これはどうだ。え、でも悪くはない。悪くはないよ。バランスが合ってない。バランスが合ってないって言いますね。あれだ、 YouTuber で。あ、 YouTuber やめてます。まず、お前の正解は水とヨウ素液。あった？あと他あった？液体系ね。液体系 YouTuber でもいいですか？液体系 YouTuber。 水着の着てるしね、今日。勝ちか負けで言うと負けよりか。まあ負けよりっすね。まあ負け、敗北、敗北者か。敗北者。人間失格か。端の多い人生。ヨウ素液間違えてたら俺、太宰治まで行く。ヨウ素液間違えてたらそこまで行く。間違えたらもう引退でした。引退でした。引退。ちょ、もう一回お前特訓しましたらええわ。冗談で言う。そうっすね。これはちょっと一回ほんまに、じゃないと、いや、Q 様とかでよくあるけど、ファインプレイみたいなのあるやん。ありますね。お前、あれとか出すまでほんまに帰られへん方がええわ、お前。一回。そうですね。もう呼ばれがちなんですよ、プレイ。呼ばれへんかもしれない。やりますか。やりますか。じゃあ、ということで、花尾、ファインプレイ出るまで帰れません。いくぞ。ということで、今から僕クイズ作るんで。今からクイズ作って、3人で Q 様の1から10番のうち9番から10番だけの問題がずっと来るんですね。あ、ずっと9番から10番の問題を答えるっていうのは。なるほどなるほど。まあ一応1から8も作るわ。あ、了解了解。一応ね、1から8答えてもただ1ポイントみたいな。あー、ファインプレーじゃない。ファインプレーじゃない。ファインプレーって5ポイントみたいにして、例えば20ポイントいったら終わりみたいな。あー、みたいにするわ。というわけで、何が言われそうです。福くん。誰に鼻を持たせるか分かってんな。俺もちょっとそういう指示もらってないんです。完璧に書いてないんで、はい、おー。じゃあまず早押しです。はい、はい、まず最初の問題、早押しでございます。はい、いきます。すんまかした。ああ、了解です。よし、来い。問題、でれん。情報量として0や1しか持ち、ビットはぁ、一回休みになります、だから次誰かが答えて間違えたら次回答権復活します。なるほど。読みます。0や1しか用いない従来のコンピューターに対して。あ、出た出た出た。はい、スン君、量子コンピューター。あらー。正解でございます。いやー、まだまあ、はい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 、まあ、今ので答えれてもファインプレーではない。今のはギリファイン、まあナイスプレーぐらいじゃないですか。そうです。ナイスプレー。その後もこんな形でですね、いいでしょう、理系の問題も多少用意しましたので、はい、ナイス、はい、だから今回ほんまに国数リーシャーへ全部入ってます。いやー、でも今の物理の問題だからな、花尾さん得意なはずだった。そうそう。いや、物理ではない。あれは物理見せかけた詐欺まがいのスキーム。詐欺まがいのスキームですよ、あれは。いや、こういう、でも今の分野取らなかったら結構きついんじゃないですか。きついですか。いや、でも続いての問題チャンスあります、花尾さん。はい、続いての問題チャンスあります。いきましょう。問題早押しでございます。大丈夫。問題、ナイス。オホーツク海高気圧から吹いてきて、オホーツク海高気圧から吹いてきて、ヤマセ。はい。もう
俺の中でもアンパンマンじゃ出てこなかったわ今の。出てこなかったヤマスですね。はい、これこの問題がオホーツク海高気圧から吹いてきて東北地方に例外の被害を与える風を何という。東北まで行ったらもう東北まで行ったら全員多分ヤマセって分かる。そうですね、まあ、陽子高気団っていうのもあったけど、陽子高気団陽子高気団って中学生ぶりぐらいに。マジで中学生ぶりっすよ。まあ、ちょっとこれあれかもしれないですけど、いきます。問題です。はい、っす。金持ちはより金持ちに、いやあれか、てかあれしょ、マルコフに起こす。すごすぎる。これはすごい。これはファインプレーです。アザマ主義みたいなやつ。いや違います、こちらの科学の水素のやつですよね。はい、金持ちはより金持ちにと説明される炭素間の二重結合の負荷反応が起こるときに、より多くの水素と結合しているので、炭素に水素が結合しやすいという法則は答えマルコフ・ニコフソン。金持ちはより金持ちでってどう考えても経済のさ、でもでそれをでもなんかあの翼くんみたいな人出てきたもんね、なんかあの投資家の。いやこれよく分かった。だけです。英語早押しなんで、問題、次の英文で書かれたことわざは何？いっす、いきますよ、英語、いっせーので、はい、見たものが一度もえず、しゃーよく勝ちました、よく勝った。いや今のスピードは3ポイント差し上げましょう。いや、はいはい、今のこれすごい、素晴らしいでございます。え、まあトレンディエンジェル斉藤さんに勝ったからな。両者生きらないように押さえつけてください。いや生きらないように押さえつけてください。続きまして難読漢字参りたいと思います。来た、難読漢字は来た、6つ難読漢字が書かれてますので、はい、花尾からさっきの順番で一つずつ答えていきます。一、はい、人当たり、回答時間はまあ30秒ぐらいにしますか。はい、で、あの何か、まあ、間違えても大丈夫なんで、はい、じゃあいきます。だったら分からない。問題はこちら。お、問題はこちらでございます。はい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 、ちょっとむずいな。それでは花尾選手30秒用意スタート。お、はい、11番ゲジゲジ外国人。1番カブトムシです。はい、こんな感じで、はい、続きましてスン君用意スタート。2番ロート。うわ、でも確かにむずいな。なんだろう。え、2番フリーナーロード。どんどんチャレンジしてください。フリーナーか。はい、3番トンボ。はい、3番トンボだこれ。トンボです。はい、3番トンボ。コオロギだと思ってた。はい、3番トンボです。じゃあ、行きまーす。あの、キム、用意スタート。11番、ゴキブリ。ファインプレーです。こちらファインプレーです。すげえ。11番ゴキブリ。知ってた。知ってました。なんで。マジ11番ゴキブリファインプレーです。知ってました、よく知ってました。すげえ。全然。じゃあ行きます、用意スタート。俺実は分かったかもしれない。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これマジで当てたる。時間かかってますよ。はい、いや、この時間を無駄にしてても俺これ当てる自信がある。準備して当てる。はい、これで当てなかったら YouTube、 いや言わない方がいいですよ。お前言う。いやいやいや、 YouTube どうすんの、どうすんの。絶対19時に1週間あげる。1週間ね。1週間のそんなきつくない。違う、負担かかる編集者だよ。負担かかるのここっていう。はいはいはい、4番、はい、サボテン。正解です。正解です。ファインプレーです、こちら。した。花尾選手ファインプレーだ。え、知ってたんすか。知ってた。なんか記憶の奥底にあった。なぜじゃあカブトムシを答える、最初に。いや、途中で思い出した。あ、途中で思い出した。はい、もうやる意味がかかりましたね。いやー、後半が、もうやる意味がかかったな。後半が、後半。これがバラエティーですよ。7番2つ。12番、ボタン。わー、そうや。10番、アンドン。ギリギリ。5番、コスモス。おー。9番、レモン。はい、9番、レモン。ボビー。10、9、8、7、HB の6、5、4、3、よく聞け。まとまるくん。ごめん、もう1分経ってこい。はい、腹をすいて。失格。失格。あなた、クイズ番組はちゃんとレギュレーションに従う必要もあります。ちゃんと張ってるとこは言いなさい。じゃあ続いての問題。はい、ミラクル9でもありましたね。音楽の問題。来た。これはむずいか。こちらは早押しで、というか作った人まで答えたらプラス2ポイント差し上げるんで、プラス2ポイント。
曲名だけだと1ポイントとさせていただきます。いきまーす。問題、はい、答えてもらいたい。なるほど。はい、いきます。問題、はい、発電と同時にそれを使った蒸気、熱水を暖房、給油などに利用するシステムで、コンジェンションシステム。答えてくれ。僕ら高ジェネレーションシステムって言ってますけど、言い続けてるけど知らんねん。知らんねん。見たことないんで。これを聞いてくってるけど知らんねんな。高ジェネレーションシステム。じゃあもう早速次いきますね、はい、問題、1949年アメリカを中心にヨーロッパ諸NATO。 正解です。強い強い強い。逃すの何も知らんかったから。逃すの何もね。はい、じゃあ続きまして問題、はい、金閣寺などを記し、後に順三島由紀夫。よし、正解です。三島由紀夫。よし、すげえ。よっしゃ、これはすごい。四、はい、日蓮修好通商条約。よっしゃ、持統天皇。すごい。すごい。NHK。正解でございます。メタボリックシンドローム。正解です。あの目の前にいますよね、バーチャル。ベーシックインカム。やってよ。思ってました。出ました。もう取ってくれ。頼むからもう終わりたい。はい、問題、早押しですよ。はい、す早押しですよ。従来のセンター試験を廃止して誰。え、はい、キムさん、キムさん、出ないとき、センター試験して、5、4、3、今日ついてて、よっしゃ。フレックスタイム。よっしゃ。ようやく早